はい、先々で元に言い方人の印象画です。今回は、こちらは、なんだ、チューハイか、日本ミックス、宝酒造です。で、アルコール度数5度、5%。桜樽貯蔵熟成酒使用です。宝日本ミックス香る桜。桜樽、貯蔵熟成酒、国産桜葉を原料に用いた、宝焼酎日本を、ベースアルコールに使用。華やぐ桜の甘い香りとスッキリとした甘い味わいが楽しめる炭酸入りの和テイストカクテル。容量が 250cc。原材料が、焼酎と香味シロップ、かっこ桜風味と、梅果汁と、水溶性食物繊維と糖類と、酸味料と香料とトレハロースと、酸化防止剤となってます。はい。それでは、このまま飲んでいきます。乾杯。うわ、なんだこれ。あ、桜餅の香りだ。で、そこそこ甘い。うん。これ、桜餅ですね。あの、ピンク色の桜餅。食った時の、感じ。あの、独特な、桜の葉っぱの、あの、風味ですね。うん。うん。美味しい、美味しい。うん。美味しいですね、普通に。うん。うん。宝酒造と。うん。普通に美味しいんだけど。これがね、あの、200円ぐらいするんですよ、確か。確か値段200円以上した気がする。うん。結構高いです。9月12日に、これの柚子味が出るっぽいですね。なるほど。人工甘味料ゼロ。ただトレハロースが入ってるから、これはなんだ？天然甘味料かな。トレハロースってなんだろう。でも結構俺が飲んでも普通に問題ないから、甘ったるくもないし、なんやろな。トレハロース。甘味料じゃないっぽいですね、トレハロースって。うん。二糖類。だって。よくわかんないけど。トレハロースは自然界の多くの動植物や微生物中にあるって書いてあるね。うん。ってことは甘味料は入ってないんだ。だからか。なんか、普通に自然な甘さで飲めるなと思ったけど。うん、普通に美味しいですね。うん。あの、程よい甘さで、あんまり甘くないけど、そこそこ甘いって感じ。うん。値段が、230円となってます。結構高いです。しかも容量 250cc で、
230円はちょっと高いですね。そこがネックですな。それがなければ、まあ美味しいんですが、ちょっと高いですね。コク、甘み、香り、香りは結構強いですね。そこそこね。まあ美味しいけど、まあ、まあ美味しいは美味しいですね。ただ、価格的には多分、もう買わないんじゃないかなと思いますね。おそらく、もう買わないだろうと思いますね。1343です。ご視聴ありがとうございました。